皆さんこんにちは。個別指導塾教材塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけれども、最終的に旧帝大に届かない受験生の特徴ということで、ちょっとね厳しい話入ってくるんですが、今まさに受験勉強をスタートしている高1高2生の方向けにお話をしていきたいと思います。特徴ねいくつか挙げていきますので、一個一個について中橋さんが説明をしてくださって、僕もねコメントしていこうと思います。はい、で今回ですね、僕は7つ紹介させていただこうと思います。はい、はい、でまず一つ目なんですけれども、受験勉強の開始時期が高校2年生からでいいと思っている受験生の方ですね。なるほど。はい、でやっぱり、再三この、このチャンネルでもお話ししてるんですけど、その共通テストの対策が必要じゃないですか、旧帝大ぐらいになってくると。でやっぱりそういう、旧帝大、共通テストのね、点数ある程度取らなきゃいけないので、対策めちゃくちゃやんなきゃいけないんですよ。時間かかりますよ。で、センター試験時代はそれこそ1ヶ月2ヶ月でこのレベルの子たちはいけてたんですけど、今は半年じゃ足りないぐらいな感じじゃないですか。でそうするとやっぱり、基本的な受験生、ほとんどの受験生の方は高校1年生のうちから始めておいていただくってことは、必要件になってしまってるんじゃないかなと思います。そうですね。はい、だからもともと皆さんがね、本当に東大国試ランキングのトップ20とかね、30の学校に通っていて、かつ平均点とか何なら上位のね成績取れてるなら別ですけれども、普通それなりの、いわゆる進学校、普通の進学校ぐらいに通っているぐらいだけだと、正直高2からだと間に合わないなっていうのが、もうぶっちゃけね、別になんか塾屋さんだから脅かしてるとかじゃなくて、マジの感覚なんですよね。そうですね。結構高2の夏とか秋ぐらいから入塾してくださって、本当に一生懸命やってくれてるんですよ。やってくれてるんだけど、やっぱ届かない、時間が足りないっていうのは本当によくあります。そうですね。1年で間に合うとかっていうのはちょっともう眉唾物も眉唾物かなという気はしますね。はい、はい、じゃあ次2つ目なんですけれども、勉強開始して最初の単語帳やるのに、3ヶ月以上かかっちゃうみたいな生徒さんですね。はい、でこの話ね、めちゃくちゃ何回もしてるんですけど、その難関大学に合格できる受験生の特徴として、ある程度みんなが頑張ればできること、受験、9点を目指すような人であれば、大概の人ができることっていうのを、早くやれる。だらだらしないっていうのはやっぱり一つの特徴だと思うんですよね。そうですね。はい。で、やっぱりここの部分が一番出るのが単語帳の暗記だと思っていて、で、1ヶ月だと、結構頑張んなきゃいけないんですけど、2ヶ月だとちゃんとやってる生徒さんだと終わるんですよね。だからやっぱりそれが3ヶ月、4ヶ月になっちゃう生徒さんっていうのは、結構その時点で厳しいなって判断をせざるを得ないケースってのは多いんじゃないかなと思います。そうですね。だからもちろん例外を挙げろと言われれば挙げられるんだけど、基本的にね、例えばもう最初から、例えば英数、物価、全部やってますみたいな。そういう子は単語もうちょっと計画的に3ヶ月とかでね、やってもいいかもしれないけれども、普通の子がさ、塾とかを通わないで、で勉強していくなら、まず単語帳からやるじゃん。それだけで3ヶ月かかっちゃってのは、もうアウトっていうかきついっすよ。きついっすね。例えばだから、じゃあ英語やります。ね。じゃあ英単語もやって、熟語もやって、文法もやって、で、構文とかも並行してやってます。で、数学も 1A と 2B と3の並行しててみたいな。そんだけ全部並行してやってんなら、別にね、3ヶ月かかっても、ちゃんとね、計画が立ってれば問題ないんだけど、普通そんな風に計画立てないし、塾とか行ってるなら別だけどね、そうではないとなると、普通に考えたら2ヶ月では処理してもらわんと。そうですね。旧帝は難しい。かなというふうに思います。もちろんね、やってるのが実は鉄壁ですとか、だったらちょっと変わるかもしれないですけど、でも最初の参考書はほとんどの方はそうじゃないでしょうから、はい、でもちろんね、別にその後も維持するためにちょっとずつやるっていうのはいいと思うんですけど、もちろん復習は絶対、はい、っていうかむしろやってほしいんですけど、ただやっぱりある程度できるようになったなっていう段階が2ヶ月で来ないのはまずいかなっていう気はしますね。はい、はい、で次3つ目なんですけれども、数学の網羅系の参考書を、高校2年生中に終われないっていう生徒さんですね。はい、これも例外だったら言われればこれも挙げられるんですけど、もちろん全部例外はあるよ。ただ文系であっても理系であってもこれは結構共通して言えるかなとは思ってます、個人的には。でやっぱりそのマーチと地方国公立と、あと9点以上の大学の違いっていうところで言うと、やっぱり特に僕は理系なんで感じるんですけど、科目数の違いってやっぱ感じるわけですよね。でそうすると、高校3年生ではそっちに時間をかなり割かなきゃいけないっていうところはやっぱりありますし、でさっきも言ったんですけど、共通テストの点数がやっぱこの辺から急に大事になってくるっていうところはあるのかなっていうふうには思うんですね。でそうは言っては地方国公立で6割ちょっと取れれば大丈夫ですよっていう生徒さんだと、多少できない科目が最終的にあったしても大丈夫なんですけど、旧帝大だと言っても7割以上は絶対必要になってくるわけじゃないですか。なんなら7割後半必要な大学も多いじゃないですか。そうです。でそうなるとやっぱり高校3年生の
時に数学の網羅系まだ終わってないんですよっていうのは正直かなり厳しいかなというふうに思います、はい、じゃあ早く終わらせたいよね。そうですね、はい、まあ、もしねまだ終わってない人がいたら高校2年生でね、もう絶対本当のマスのマスで言うと高3夏前までが終わってて本当にもう完全にアウトって感じですね。そうですね、はい、やっぱね僕もいろんな受験生見てきたんだけど高校3年生になって青茶を始めるっていう人で、うん、なかなか結果は出ないですよね。出ないですね、うんうん、やっぱ浪人してなんなら2浪ぐらいしてやっと結果が出るとかって生徒さんもやっぱ多く見てきてるんでね、うん、厳しいかなと思います。はい、はい、で4つ目なんですが、まあ、1日10時間以上勉強できない生徒さんですね。はい、はい、で、まあ、これもね別に10時間じゃあ9時間半じゃダメなのかって言われると別に大丈夫なんだけど、その、まあ、一つの目安なんですよ10時間っていうのが。はい、はい、でそのとにかく言いたいことは長時間の勉強はできない人は正直厳しいですよっていう話であって、集中力の問題だね。そうですね、はい、でやっぱ難関大学に合格するにはそう一定以上の努力量っていうものはやっぱり絶対に求められるわけなんですよ、うん、でそうしてくるとやっぱ1日単位の努力量をいかに上げられるかっていうことはすごく重要になってくるポイントではあって、でそうするとやっぱ10時間ぐらいは集中して勉強できるってことはどうしても必要になってしまうんですよね、はい、でこれも別にただじゃあ今からもう明日から高校1年生が勉強始めます、明日から10時間やってくださいっていうことじゃなくて、別に最初は10時間机に向かうだけでもいいです、最悪、うん、なんだけれども最初は高校2年生の、まあ、半ばぐらいの時点でいや全然10時間以上とかやったことないっすとかっていう風になると相当才能がないと厳しいよなっていう気はしちゃいますね、うん、そうですね、はい、これ実は2つ意味があると僕思ってて、うん、1つは今語ってくれたような集中力とかの面で10時間できない子っていうのと、うん、もう1個は環境面で10時間できない子も結構きついと思っている、うん、つまり学校が課外があってとか宿題が多すぎて、うん、受験勉強に迎える時間がそもそも限られすぎている子っているじゃないですか、うん、でそういう子ってやっぱりちょっと残酷かもしれないけど本当に高1の頭ぐらいからちょこ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 やっとかないと、うん、じゃあ高2の夏になりましたとかになってじゃあ一生懸命頑張りますって言ってもそもそもあなた1日3時間ぐらいしかそもそも余剰時間ないよね、あと睡眠時間削るしかないよねみたいになるわけですよ、うん、そうするといくら本人はねマジで全力で頑張ってるんだけどでも1日3時間なんですよ、うん、でその横で進学校の子がなんかボケーとしながら内職とかして1日10時間とか12時間とかやってるんですよ、うん、そりゃきついっしょ。いやそれ勝てないですよやっぱそう、ね、部活とかやるのもいいと思いますけど、でもやっぱりねその勉強時間それで取れなくなってたらやっぱ現役で行きたいってのは厳しいですよ、うん、正直そうね、だ別になんかそれが悪いと言ってるわけではなくてそれならそれで使える時間の中で戦略を立てて、うん、じゃあ自分はねどんな役に行きたいかとかそもそも一般なのか推薦なのかとかも考えて取り組んだ方が僕はいいと思いますけどね、うん、はい、ありがとうございます。そしたらですね、次5つ目なんですが、まあ、ちょっとそこに関連するというかほとんど同じなんですけど、まあ、学習にメリハリをつけられない生徒さんですね、はいはい、でやっぱりその例えば10時間できてますよっていう風になったとしても、まあ結局のところその、まあ、ダラダラしてたら無駄なわけですよ、はい、うん、でやっぱりまあ集中してることが前提って話を先ほどもさせていただいたんですけれども、はい、その結局例えばなんか集中本人はしてますって言ってもよくよく見てみると例えばなんか15分ごとに勉強内容を変えてる生徒さんとかいるじゃないですか。でやっぱそういう風になると、まあ、厳しいというか、でやるならやるで例えば2時間やりました、で別に1時間休憩したっていいんですよその後に。ただそこの時間がなんかダラーっとなんか、うん、染まってこれで3時間ですって言われ始めるとやっぱそれは受かんないよねって話になってくるのかなっていう気はします ね、うん、なんかね勉強やる気はあるんだけど成績伸びない子に多い。そうですね、うん、例えばよくよく話を聞いていくとん世界史の教科書広げて資料集見て用語集開いてでその用語についてどのぐらい調べたのあれでもなんかこれ30分ぐらいなんか眺めてました、眺めてたって何みたいな用語集読めば終わりだよねみたいな、ノートに書いてるってことはまあ別だけどね、うん、眺めてたって何みたいな、いやな多分ぼーっとしてましたみたいな、それ勉強時間じゃないよねみたいな、うん、そうですそうです、だから真の意味での勉強時間を増やしてほしい。そうですね、結構しかもなんか別にこれバカにするとかって意味じゃないんですけど、うん、ちゃんとやる気ある生徒さんであることが多いんで、マーチぐらいだと最終的に手が届いたりするんですよ、この生徒さんのイメージとして。ね、なので、まあ、9点になるとただそういう状況じゃ厳しいよっていう話は覚えておいてほしいなと思います。はい、はい、で次に6つ目なんですけれども、まあ、圧倒的に苦手な科目がある生徒さんですね。うん、というか、まあ、別に苦手科目があることは悪いことじゃないっていうか、まあ、悪いことじゃ悪いことだけでしょうがないことなんですけど、うん、放置しちゃってる生徒さんですね、基本的に。うん、で例えば高1、高2で英語数学めっちゃ頑張ってきてちゃんとできるようになってるんだけど、実は国語がめちゃくちゃ悪いとか、
うん、でそれを放置してて高3の夏休みに気づくとかそういう生徒さんはやっぱかなり厳しいなって印象はあります。そうですね、はい、だこれも例外挙げるなら、うん、ぶち抜いた科目がある場合は例外って感じですね。そうですね、うん、例えば東大もさめちゃくちゃ国語できなくてもさ帰国資料でさ120分の105とか取れたらまあ勝ちみたいな世界じゃん。まあそれはあります、まあ、ぶっちゃけね、うんうん、だそこぶち抜いてるのがあればいいんだけど、まあ、ほぼ9割の受験生はないから、うん、宮廷レベルでさらにぶち抜けるっていうのはほぼないんで、うんうん、そうなるとやっぱりね大きな穴があると厳しいかなって思うし、ただこれはね工夫をしたらいいと思う。例えば二次試験にその科目がないところを選ぶとか、うん、まあ例えばまあ高校1年生であればね、まあ、分離選択含めね、うん、ちょっと例えばまあ文系にすれば数学 2B まででね、まあ、2BC かまでね、うん、済むとか、まあ、そういうところも含めてちょっと考えてもいいかもしれないですね。そうですね、うん、はい。であとはまあただですね、まあ、共通テストでもこういう科目が問題になってしまうことっていうのは今は多いので完全に避け切るっていうのは今はやっぱ難しいので。そうだね、うん、反対とかもさ、なんか理系の共通テストはさ国語の配点バカでかいとかさ結構やってくるんだよね。そうそう、だから結局なんかまあ別にね苦手はしょうがないっちゃしょうがないんですよ、うん、なんかやっぱそう本人の適性みたいなものはあるんで、ただそこから逃げるんじゃなくて、そうそうそう、高校 1,2 年生の間からちゃんと少なくとも授業にはついていこうねとか、うん、そういう努力はしておいてほしいなと思いますよね。おっしゃる通り、はい。じゃあ最後なんですけれども、まあなんかこれちょっとなんかまあかなり厳しい話になるんですけど、はい、あのちゃんと問題を理解することっていうのは諦められない人ですね。お、諦めろって言ってんの？諦めろって話ですよ、言うと。まあただこれ別に最終的にずっと諦め続けろっていう話じゃなくて、うん、その今目の前にある問題を解決しないと前に進めないっていう人ですね、はっきり言うと。なるほどね。うんうん、まあ残念ながら大学入試においてはそのある一定以上のレベルに到達しないとその目の前にあることが理解できないということがあるんですよね、はいはいはい、うん、でそうするとそのただそういう問題に対して今これを理解しないと気が済まないっていう生徒さんのタイプの場合、うんうん、その理解することが目的化してしまって、はい、その問題ができることっていうのが目的なのに、はい、なんかそこが違ってしまってすっごい時間取られてしまう生徒さんってやっぱ多い印象あるんですよね。物理、まあ、物理とかもすごい多いですね、うん、物理数学、うん、めちゃくちゃ見ますねこういう生徒さん。でも数学はある程度調べきればまあ進めなくはない、進めなくはないですね、うん、まあただ結構、ね、図形系とかで多いですね。その図形系とかでどうしても頭の中でそういう内容を構築できなくて、なんでここに補助線を引けるか合理的に説明してもらわないと絶対に進めなくなるんだよね。そうそうそう、そういうことです。それはわかる、それはねきついよ。でそういう風になってしまうとかなりやっぱ厳しくて、でやっぱりそのバランスが大事なんですよね。もうどうしても覚えなきゃいけないこともあるんですよ。でだってまあ皆さんも小学校の時、じゃあひらがなの書き方なんでこの形なのって言われて、確かにそんなの分かんないじゃないですか正直。確かに、なんか僕小さい頃あって書くの結構難しかった。そうそうそう、なんでこんな難しい形なんだよとか思うと思うんですけど無理なんですよ。でもそれは覚えるしかなかったよねって話と同じで、やっぱ今合格するっていうことを目的に置いた時に理解するっていうことは手段でしかないわけで、うん、そのまあそこを結局無理やりそこを乗り越えるんじゃなくて迂回しても覚えてしまうっていうことが有効になることもあるんだよってことをまあ押さえておいてほしいなというか、うん、なんかせっかくめちゃくちゃ頑張ってて超あの集中してやってくれてるのに落ちるっていう人は結構このケース理系だと特に多い印象があるので、まあここはしっかりちょっとまあそういうねあの妥協も必要だっていう、その別に一生理解するなんてことじゃなくて、あの先々行けば理解できるんでちゃんとね、うんうん、こういうことは押さえておいてほしいなと思いましたね。そうですね、はい、うん、まあ、このタイプの人はだ逆に言うとね天才型はこのタイプなんだよね。そうですね、天才の人は理解することを諦めない結果、うん、理解できていくんだよね。そう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 、そうなんです、うん、だから理解できないを積み重ねてしまう人はそう残念ながら大学受験においては不利ね。ただこの人たちは結構ね研究とかでうまくいったりするんですよ本当に。そうそうそう、なんでなんでなんでってやるから、ね、そうそうそう、だから別に悪い特性ではないんだけれども受験に合格するというのを目的にしたいのであればちょっと違うよっていうのは言いたいですね、うん、まあそうですね、うん、はい、ということでね全部7個特徴を紹介しましたが、はい、いかがだったでしょうか。まあね厳しい話が多かったんだけども、まあ、これから受験勉強を進めていく皆さんにおかれましては、うん、こういうところをきちんとね回避していただいて、まあ、効率的効果的に受験勉強を進めていただければと思います。個別指導塾キャスタイスでは、受験生の方を、募集しております。まあ、現在ね高1、2世の方の、募集になっておりますけれども、当塾で勉強したいよと言ってくださる方いらっしゃれば概要欄もしくはコメント欄のリンクからですねぜひ一度、三者面談お問い合わせいただければと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。